お待たせ。マツダズームズームスタジアム広島です。高校チーム対先攻チーム13回戦の模様をお送りしてまいります。高校チームの先発はうなる剛速球、先攻チームの先発は右のこの両投手の先発が発表されています。さあ間もなく試合開始となります。まずは1回の表、バッターは大島。第1球投げました、アウトコース、ストレートは外れてボール、わずかに外れました。投げました、直球ストライク。投球は3球目、投げた、見送ってボール、カウントは2ボール1ストライク。投球これから4球目、打った、ヒット、大島ヒットを放ちました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。背番号6、第9、初球から打ってった、さあゲッツーになるか、二塁アウト、ショートから一塁送球、アウト、ゲッツー。バッターは山田。第9、投げた、カーブはボール、膝元外れます。第2球投げた、まっすぐ見送ってストライク。第3球を投げた、ストレート空振り、追い込んでから投げた、打ちました、ピッチャーの頭上をフラフラっと上がっている、マウンド前方を掴みました。高校チーム大事な立ち上がり、まずはゼロに抑えました。1回の裏、高校チーム攻撃に入ります。バッター第9、投げました、マシンで捉えた、あっと取れない、ヒットを放ちました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。第9、初球空振り、タイミング合いません。第2球見送ってストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げました、打ってくる、強烈、チームメイトが迎えます。バッターは第9、投げました、サークルチェンジはボール、わずかながら外れています。第2球投げました、高めストライク、タイミング合いません。第3球を投げました、見送ってストライク、バッター追い込まれました。追い込んで第4球を投げた、ストレート、空振り三振。そして続くバッターは第9、打ちました、初球打ち、ライトへ行った、掴みました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは第9、打ちました、痛烈、打球はそのまま伸びていく、ダイレクトで当たった、ボールは中継、ツーベースヒット。バッターは6番、第9、投げた、ストレートはボール、バッターよく見ました。投球これから2球目、ボール、カウンター2ボール。第3球を投げた、打ったいい当たりだ、センター方向に持っていきましたが取ってアウト、スリーアウトチェンジ。1回の裏が終わりまして2対0、高校チームまずは先制しています。2回の表、2点を追いかけます。先行チーム攻撃に入ります。バッター鈴木、インコース低めストライク、いきなり150キロ。第2球、これもしかし空振り、追い込んでから投げた、ストレートはボール、アウトコース低め、これはわずかに外れています。カウントは1ボール2ストライクです。
内角低めいっぱい見逃し三振バッター背番号66第9投げた初球空振りいきなり151キロ。第2球外がいっぱい決まってストライク軽く追い込んでまいりました。第3球を投げました打ちましたこれはセカンド正面アウトこれで2アウトランナーありません。バッターは背番号25第9投げました直球ストライクいきなり151キロ。1球目空振りから第2球投げましたまたも空振り。第3球を投げました打ちました右中間へ持っていきましたが掴んでこれで3アウトになります。この回きっちりと3人で抑えています。2回の表が終わって2対0、高校チーム2点リードは変わりません。2回の裏高校チーム攻撃に入ります。バッター第9ボール、ここはよく選びました。第2球投げました打ちましたショート正面一塁へ送るアウトこれでワンアウトランナーはありません。バッターは第9投げたアウトローボール。第2球投げたボールバッターよく見ました。カウントは2ボール。投球はこれから3球目高速スライダーボールカウントは3ボールノーストライク。第4球を投げた外をストライク。さあ投球は5球目、投げた5球目空振り。第6球を投げた打った痛烈な当たりセンター前ヒットクリーンヒットです。ヒットを放ちました。バッターうなる剛速球。第9投げました直球ストライク低めまずは見送りました。第2球投げました打ちました坂本取った二塁送球二塁アウトアウトダブルプレイスリーアウトチェンジ。2回の裏が終わりまして2対0、高校チーム現在2点をリードしています。3回の表2点を追いかけます。先行チーム攻撃に入ります。バッターは丸。第9投げましたアウトコース低め外れてボール、わずかに外れました。投げました外角スラーブ外れてボール、カウントは2ボールノーストライクです。カーブ見送ってストライク。第4球を投げました外角低めいっぱいストライク。第5球投げたボール、カウントは3ボール2ストライク。投げた打ちました当たり損ねはショートゴロボールを取る一塁送球アウトこれでワンアウトランナーはありません。バッター相澤。第9低めのボール引っ掛けた当たり損ねのサードゴロ一塁送球アウトこれで2アウトランナーありません。バッター第9投げたスラーブ見送ってストライク。初球ストライクから第2球投げたボール、これはわずかに外れています。カウント1ボール1ストライク。投げたまっすぐ空振り、伸びのあるストレート。投球これから4球目外角スライダー見逃し三振、最後は見逃し三振に仕留めました。3回の表が終わって2対0、高校チーム2点リードは変わりません。高校チームこの回1番からの高打順になります。バッターは第9投げました、初球決まってストライク。1球目ストライクから投げました高めボール球打った山田、下がっていった取りました、これでワンアウトランナーありません。第9投げました
初球を打ちました。セカンド右への打球、一塁送球アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッター、今日の第一打席はスイングアウト。打ちました、これはいい当たり、伸びた、伸びていった、ダイレクトフェンスに当たった、ボールはセカンドへ、ツーベースヒットを放ちました。ランナー一人を置いて迎えるバッターは、第一打席はライトフライに倒れています。第9球投げました、サークルチェンジャーボール。投球これから2球目、打った、切れていきます、ファール。投球はこれから3球目、見送ってストライク、バッター追い込まれました。2塁へ牽制を送ります、2塁タッチはセーフ。次は4球目、投げました、ボール、平行カウント。第5球投げた、外れた、ボール。ボールカウント3ボール2ストライク。投球はこれから6球目、打ちました、三遊間のゴロ、坂本掴んだ、ショートから一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。マツダズームズームスタジアム広島からお送りしております。序盤終了しまして2対0高校チーム無得点で終了です。ゲームは中盤戦に入ります。バッターは大島、今日2度目のバッターボックス。第9投げた、初球外れても1球外してきました。第2球投げた、ボール、カウントは2ボールノーストライク。第3球を投げた、決まった、ストライク。投球これから4球目、打ちました、三遊間の当たり、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは恐怖の核弾頭坂本。第9投げた、ボール、わずかに外れました。さあ次の投球、投げました、スライダー、ボール、カウントは2ボールノーストライク。投球はこれから3球目、打ちました、いい当たり、抜けた、坂本ヒットを放ちました。バッターは山田、第1打席はピッチャーフライに倒れています。打った、バットが折れました、ボールを掴んだ、2塁送る、2塁アウト、セカンドから1塁送球アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。4回の表が終わって2対0高校チーム2点リードは変わりません。4回の裏高校チーム攻撃に入ります。バッター、これが2度目のバッターボックス。アウトコース高めいっぱい、ストライク、まずは見送りました。第2球、ボール、完全なボール球、カウント1ボール1ストライク。第3球を投げました、空振り、バッター追い込まれました。第4球を投げました、打ってくればいい当たりだ、レフトへグーンと伸びてった、入った、ホームラン、第32号ソロホームラン、レフトスタンドに叩き込んだ、渾身のストレートを完璧に捉えました。3対0、高校チームリードを3点に広げます。バッター、第1打席はセンターフライに倒れています。第9球、外、外れてボール。第2球投げました、アウトコース、カーバー外れてボール、カウントは2ボールノーストライクです。投げました、ストライク。第4球を投げた、見送ってボール、カウントは3ボール1ストライクです。第5球投げた、5球目空振り。第6球を投げた、打った、坂本取った、一塁送球アウト。いい当たりでしたがショートゴロに終わっています。これでワンアウト、ランナーはありません。第9球投げた、初球打った、坂本ボールを取る、一塁へ送る、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは今日2度目のバッターボックス。第9ボール、
投球これから2球目、高速スライダー決まってストライク。投げた、ボール。ここはよく選びました。カウントは2ボール1ストライク。投げました、高め、ボール。バッターよく見ました。カウントは3ボール1ストライク。打ったに当たりだ、抜けた、ヒットを放ちました。今日これで2打数の2安打。バッターはうなる剛速球。第1球ボール。まずは外角高め。第2球投げました、内角球、空振り。カーブに全くタイミング合いません。第3球を投げました、アウトコース低めいっぱい、ストライク。次は4球目、投げました、打ちました、左中間のフライ、あっと落とした。一塁ランナー三塁へ向かう、打球が転がっている。さあチャンスを広げています。ランナー2人を置いて迎えるバッターは今日早くも3回目のバッターボックスを迎えます。第1球外れた、ボール。第2球投げました、打ちました、これはショート正面、ショートから2塁送球、2塁アウト、3アウトチェンジ。4回の裏が終わりまして3対0、高校チームリードを3点としています。5回の表、先攻チーム攻撃に入ります。バッター鈴木、投げた、直球見送ってストライク。第2球投げた、2球目空振り、変化球にキレがあります。第3球インコース引っ張った、打球はレフトの左へ、クリーンヒット、ボールが転がる。打ったバッターは一塁蹴って二塁へ。鈴木いいバッティングを見せました。これで2打数の1安打。右のバッターボックスは5番、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。初球から打ってった、掴んだ、一塁送球、取ってアウト、ワンアウトランナー三塁に変わります。バッターは6番、第1打席はライトフライに倒れています。投げた、初球空振り、初球空振りから第2球、第3球を投げた、インロー際どい球、ボール。カウンター2ボール1ストライクです。投げた、ストライク。次は5球目、見逃しの三振。さあここは抑えたい場面、バッターは丸。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。第1球投げました、変化球ストライク、外角高め。第2球投げました、これは見送ってボール、外れてワンボールワンストライク。第3球を打った、ファインプレー、ファインプレーを見せました。スリーアウトチェンジ。最後はバックに助けられました。5回の表が終わって3対0、高校チーム3点リードは変わりません。高校チームこの回は2番からの好打順、バッターは今日2打点を挙げています。投げました、初球空振り、少し迷ったか。第2球投げました、決まってストライク。バッター追い込まれました、追い込んで投げました、痛烈な当たり、ボールはライダーでセンターへ、センター取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは第1球、カーブはボール。まずは外角低め、慎重に攻めてきます。投げた、アウトサイドボール、抜けました、ちょっと力が入りました。カウントは2ボールノーストライク。打ちました、ピッチャー返し、坂本ボールを掴んだ、一塁送球アウト、これで2アウト、ランナーありません。マウンドを降りまして、マウンド上は今日2番手としてマウンドに上がります。バッター、今日はライトフライとショートゴロ。第1球投げた、ボール。第2球ボール、カウントは2ボールノーストライク。第3球ストライク、落ちる球に全くタイミング合いません。投げた、インコース低め、ストライク。追い込んでから投げた、打ちました、いい当たり、左中間へ上がった、ヒットになります。ボールが点々と転がっている。
今日初めてのヒットになりました。今日2本のヒットを放っている。第9投げた、やった、強い当たり、行ったのか、ホームランか、ホームラン、入った入った、ホームラン、第33号ツーランホームラン。これで2打席連続のホームラン。初球を完璧に捉えました。5対0、高校チームリードを5点に広げます。バッターは今日はセンターフライとショートゴロ。第9投げました、スラーブはボール、ここはよく選びました。第2球投げました、外角、ボール、カウントは2ボールノーストライク。第3球をアウトコース高め、ストライク。第4球を投げました、ボール、バッターよく見ました、カウントは3ボール1ストライク。投げました、これは外れてフォアボール。次のバッターはセカンド。第9投げました、ボール。第2球投げた、打った、打球は三遊間へ、取った、サードから二塁送球、二塁アウト、スリーアウトチェンジ。前半が終わりまして5対0、高校チームリードを5点としています。試合は後半6回に入ります。バッターは相澤。最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。投げた、打ちました、初球打ち、セカンドゴロ正面、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。代打は筒香。第9投げた、ボール、まずは内角、これはわずかに外れています。第2球投げた、ボール、カウントは2ボールノーストライク、見送ってストライク。第4球を投げた、ストライク、膝元厳しいところ。次が5球目、151キロ直球、空振り三振。そして次のバッターは大島。第9球、初球見送ってストライク。第2球、これはボール、カウントはワンボールワンストライクです。投球は3球目、投げました、ストライク。第4球はスプリット、空振り三振、2者連続三振になりました。最後は空振り三振で打ち取りました。6回の表が終わって5対0、高校チーム5点リードは変わりません。降板、左の今シーズン40試合目の登板、6回の裏、高校チーム攻撃に入ります。バッター第9投げました、初球外れてボール、投げました、カットボールはボール、カウントは2ボールノーストライク。第3球を投げました、ボール、いいところですが外れています。カウントは3ボール。さあ4球目、よく見た、フォアボール、ストレートのフォアボールを与えます。バッターうなる5速球。第9投げました、ボール、ここはよく選びました。第2球投げた、サークルチェンジャー、ボール、内角低め、カウントは2ボール。第3球を投げた、3球目ストライク。第4球を投げた、ボール、カウントは3ボール1ストライク。第5球投げた、これもフォアボール、この回2人目のフォアボールです。打順は1番に帰って、今日はここまで3打数1安打。投げた、ストレートはボール。投球これから2球目、サークルチェンジはストライク。投球は3球目、投げました、カットボールはボール、これは完全なボール球、カウントは2ボール1ストライクです。ストライク。さあ投球は5球目、内角高め、空振り三振、最後は155キロストレート。第9投げました、ストライク。第2球投げました、打ちました、ライナー、ライトからセカンドへ、ヒットを放ちました。さあチャンスを広げています。高校チームチャンスをものにできるか。第9投げました、初球を打ちました、抜けた、センターバックホーム、
高校チーム1点入りました。バッターは4番、今日はここまで3打数1安打。第9投げました、初球打ったセカンドライナー、これで2アウト、ランナーはフルベース変わりません。今日2打席連続でホームランを放っている。第9投げた、サードチェンジャーボール、投球これから2球目、カットボール空振り、タイミング合いません。投げた、ツーシームはボール、はっきりしたボール球、カウントは2ボール1ストライク。投げた、打ちました、セカンド後方だ、セカンドが落下点に入りました。取ってこれで3アウト、チェンジ。マツダズームズームスタジアム広島からお送りしております。6回の裏が終わりまして6対0、高校チームさらに1点を追加しています。ゲームはこれから終盤に入ります。バッターは恐怖の核弾頭坂本、投げた、初球スライダー空振り。第2球投げた、ボール、カウント1ボール1ストライク。投げました、ボール、低め、カウントは2ボール1ストライク。ストライク、タイミング合いません。第5球投げました、ストレートはボール、カウント3ボール2ストライクです。さあ6球目投げました、打ったいい当たりだ、ボールはライナーに右中間へ、ヒット、打球が転がっている、ボールは中継、坂本ツーベースヒット。さあここは守りどころです。第9打った、これは強烈、さらに伸びていく、先頭チーム反撃ののろしを上げた。ここは踏ん張れませんでした。なんとかしのいでいきたい。バッターは鈴木、今日3打席目。第9初球空振り。第2球投げました、スライダーボール、外角低め、慎重に攻めてきます。カウント1ボール1ストライク、投げました、ボール、カウントは2ボール1ストライクです。投げた、打った、ボールを取る、一塁へ送る、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは今日はセカンドゴロとファーストゴロ、インコース低め、ストライク、まずは入れてきました。第2球投げた、低めギリギリいっぱい、ストライク。第3球アウトコースいっぱい、見逃し三振、3球で仕留めてみせました。第9投げた、低めいっぱい、ストライク。さあ次の投球投げた、インコース低め、ストライク、これで追い込みました。投球はこれから3球目、高め、外れ、ボール、わずかに外れました。カウントは1ボール2ストライクです。ボール、これはわずかに外れています。カウントは2ボール2ストライク。投げた、ボール、膝元へ、ボールカウント3ボール2ストライク。投げました、打ちました、ダイレクトでボールを掴んでアウト。7回の表が終わって6対2、先攻チームあと4点を追いかけます。7回の裏、高校チームラッキーセブンの攻撃に入ります。バッター第9初球打ち、センターへ上がった、センター下がった、センター掴みました。バッターはこれが4度目のバッターボックス。第9投げました、初球から打ってった、しかしこれは距離が出ない、ライトフライ、大島掴みました。これで2アウト、ランナーありません。続くバッターは第9投げました、インコース低め、ストライク、まずは見送りました。投げました、外角低め、外れ、ボール、カウント1ボール1ストライク。投げました、
内角ボール、バッターよく見ました。ツーボールワンストライク、バッティングカウント、投げた、打った、痛烈な当たり、ボールはライナーに右中間へ、ライト前ヒット、クリーンヒットです。ヒットを放ちました。これで今シーズン8度目の猛打賞となります。第9、投げた、ストレートはボール、ここはよく選びました。投球これから2球目、見送ってボール、カウントは2ボール、投げた、ボール、カウント3ボールのストライクです。第4球を投げた、4球目ストライク。第5球投げた、カットボール、外れてフォアボール。マウンドを降りまして、左の今日4番手としてマウンドに上がります。高校チーム、さあチャンスをものにできるか。第9、初球空振り、いきなり152キロ、1球目空振りから、第2、これは引っ掛けた、掴んだ、ピッチャーから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ、チャンスをものにできません。高校チーム、ここは結果を出せませんでした。8回の表、先行チーム攻撃に入ります。バッターは丸、これが3度目のバッターボックス。高校チーム、ピッチャー交代です。先発の7回2失点の好投でマウンドを降りました、ルーキーの、これが18試合目の登板。第9、外れた、ボール。第2球、低めの球、空振り、少し迷ったか。投球はこれから3球目、ボール、膝元外れます。カウントは2ボール1ストライクです。投げました、ボール、カウントは3ボール1ストライク。さあ投球は5球目、投げました、打った、ライト右へのフライですが落下点に入った、ライト取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッター相澤、今日はサードゴロとセカンドゴロ。初球シンカー空振り。第2球投げました、このボールも空振り、これで追い込みました。第3球を投げました、見送ってボール、わずかに外れました。カウント1ボール2ストライク、打った、ショートの左、ボールを掴んだ、ショートから1塁送球、アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは切り札、背番号99。第9、高速スライダー、ボール、これはわずかに外れています。第2球投げました、空振り、タイミング合いません。第3球を投げた、ストライク、追い込んで投げた、低め、ボール、平行カウント。次が5球目、投げた、ボール、はっきりしたボール球、カウント3ボール2ストライクです。投げた、外れてフォアボール。バッターは大島、今日はここまで3打数1安打1三振。第9、外角へストライク。第2球投げた、外のボール引っ掛けた、バックしていった、取りました。これで3アウト、一塁ランナー残塁に終わりました。8回の表が終わって6対2、高校チーム4点リードは変わりません。交番右の、今シーズン40試合目の登板。ピッチャーのに変わりまして、高校チーム、この回は上位打線から始まります。バッターは今日はツーランホームランを打っています。初球空振り。第2球投げました、これも空振り、タイミング合いません。第3球を投げました、打ちました、坂本取った、一塁送球、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッター、今日はここまで4打数2安打1三振。チェンジアップはボール。第2球投げました、内角へストライク。第3球を投げました、ボール、カウントは2ボール1ストライク。投げました、直球ストライク、アウトコースへ、少し迷ったか。次が5球目、投げた、直球、空振り三振。マウンドを降りまして、ルーキーの大瀬良、これが15試合目の登板。そして続くバッターは
第9球ボール第2球打ちました、ファールボール。第3球は低めボール球打った、ボールを取る、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。8回までが終了しまして6対2、高校チーム現在4点をリードしています。いよいよ最終回を迎えました。バッター恐怖の格段坂本、高校チームピッチャーを変えてきました。降板ルーキーの今日3番手としてマウンドに上がります。第9投げた、アウトサイドストライク。第2球投げた、外側決まってストライク。第3球を投げた、145キロ直球、空振り三振、見事なピッチングです。第1球初球はカットボール、空振り、タイミング合いません。第2球投げた、ボール、カウントはワンボールワンストライクです。投球は3球目投げました、3球目ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げました、外れた、ボール、カウントツーボールツーストライクです。第5球投げました、打ちました、痛烈、打球はそのまま伸びていく、入った入った、ホームラン、第16号ソロホームラン、2打席連発、先行チーム1点返しました。今チームメイトが迎えます。バッターは鈴木、今日4度目のバッターボックス。第9投げました、ボール、わずかに外れました。第2球投げました、カットボールはボール、カウントはツーボール。投げた、ストライク、タイミング合いません。第4球を投げた、決まった、ストライク。投球これから5球目、スラーバーボール、アウトコースへ、ボールカウント3ボール2ストライク。投げた、打った、引っ張った、打球はレフトへ、レフト前ヒット、クリーンヒットです。鈴木ヒットを放ちました。バッターはこれが4度目のバッターです。高校チームピッチャーを交代します。マウンドを降りまして、ルーキーの今日4人目のピッチャーとして登板です。第9投げた、インサイド決まってストライク。第2球投げた、高速スライダー見送ってストライク。投球はこれから3球目、打った、ピッチャー返し、ボールは中継、ヒットを放ちました、初安打。バッターは6番、今日4度目のバッターボックス。第9ボール、これはわずかに外れています。第2球投げました、アウトローへストライク、少し迷ったか。第3球を投げました、直球ストライク、インハイへ。第4球は打ちました、いい当たり、センターへ持っていった、センター下がった、掴みました、ランナーそれぞれ自分の塁に戻ります、アウト、ダブルプレイ、ゲームセット。高校チーム見事勝利です。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきました一戦は6対3、高校チーム勝利しました。勝利投手は、対戦投手は、そして西武は、実況担当は堂前秀夫で、松田ズームズームスタジアム広島からお伝えしました。